とまです。今回なんですけれども、比較動画を一つ撮らせていただこうと思います。で、何の比較なのかというと、今もこの手元にある、まあ、超人気モデル、マキタのですね、MHW180D という、先月出たばっかりのですね、洗浄機なんですが、これね、めちゃめちゃ人気があって、今もね、品薄というか在庫がない状態で全然買えない、転売屋の餌食になってるような感じに、今現状なってるんですけれども、今日比較するのがですね、第3弾なんですけれども、ある意味一番気になる製品との今回比較になるんじゃないかなと思っております。はい、こちらです。まあ、ブーマックスって書いてるんですけど、これ何なのかというと、マキタバッテリー互換の高圧洗浄機が、今ですね、市場でめちゃめちゃ出回ってます。すごい種類がいっぱいあって、で結構ね買われてる方も多いんですが、まあさすがにですね、もう種類が10、20じゃ効かないぐらいたくさんあるんですよ。なのでまあちょっと前にですね、僕こういうののランキングを出させていただいたんですよ。でかなり細かく測定して、これがね現時点では1位かなっていう感じなんですよ。なのでちょっとキングオブキングのマキタ互換の高圧洗浄機とこちらですねを比較して、まあどれくらい違うのか、どれくらいスペックに差があるのかっていうのをお見せできればなと本日思っております。はい、付属品含めて並べてみました。まずここの比較からお見せ解説をさせていただこうと思います。まずマキタからいきますね。まあこう見比べてみた時点で結構シンプルな構成です。で注意しないといけないのはバッテリーついてないので、まあマキタの 18V で、まあ今ここに出しますけれども、結構互換のものが多いです。はい、それを使ってくださいっていう感じです。特徴としては、まあ、まずランスがね、ロング、これがロングなんですけど、ロングとショートどっちでも使うことができます。短く使うこともできるし長く使うこともできると、これが結構ねいいところかなと思います。考えられてるなというのと、まあ泡洗浄ですね、うん、っていう感じと、あとねこのホースもね結構いいんですよね。ちゃんとねこう編み込みが入ってて頑丈です。フィルターもしっかりついている。で、ワンタッチですね。でこっち側にもフィルターついてるっていうのがね、やっぱりトラブル防止というところではかなりいいかなっていう感じはします。で、まあ当然マキタ。で、ここのね、握りの部分もめっちゃ使い心地いいです。ここを持ちながら使うみたいな感じで、この握り心地もいいですね、ここのハンドル部分。で、ここのところでロックがつけれる、あとバッテリーの、防水のガードがついてて、ここの部分でですね、2段階で調整ができるという感じ。これがマキタですね。付属、まずめっちゃ多いです。で、まずノズルがこの長さになっています。何センチ、30センチもないかな、この長さだと。で、切り替えが当然ついている。バッテリーは1個、泡洗浄のノズルと、あと角度変えれるノズル、これも結構優秀ですね。ホースはやっぱりマキタに比べたらちょっと安っぽいかなっていう感じです。で、本体側なんですが、まあ、まずここ普通のね水道のカップリングもつきます。で、はい、で、ここのね部分がすごく特徴的で、このままだと押せないんですよ。ここのボタンを押してやると、でここねもう自動で押しっぱなしになるんですよね。なんか指つかれない。で戻すときはこれで戻すと、なんかかなり考え込まれてる。で作りもねすごいがっちりしてる。この手の製品の中だと安心感があるかなという感じです。はい、で3段階で調整可能という感じで、まあ今僕が持っているこのマキタ互換の中だったら一番優秀かなっていう感じです。ちなみに重さはこう持った感じとこう思った感じ、ブーマックスとねほぼ一緒なんですけれども、こちらの方がちょっと軽いかなっていう感じですね。はい、まずですね1つ目の比較なんですが、音の大きさ結構気にされる方多いので、まずそこから撮っていこうと思います。何デシベルあるかが出てます。だいたいね平均だと80デシベルぐらいが多いんじゃないかなっていう感じはします、高圧洗浄機だと。ではまずマキタから動かしていきます。ちょっと水出るかも。えい、82とか3ぐらいです。ブーマックスいきます。じゃあいきます。静かだね、78ぐらい。あ、なので音の大きさはマキタ互換の方に軍配ありっていう感じですね。はい、続けてなんですが、今水を出して直接水道でつなげているんですが、どうなるのかというと、マキタはですね、まあ何度も他の動画ではお見せしてるんですが、ちゃんとねここバルブついてて水の咳止めがついてます。で握ると出る、うん、っていう感じで握ると出ます。じゃあブーマックスどうなるのかも見ていきます。はい、じゃあひねると
はい、このままバルブがついてないので水がダダ漏れになる。ここはね、差としては結構でかい。で、まあ動かすと当然水圧は上がる。はい、やっぱここはもうマキタの方が圧倒的にいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続けてですね、こちらのペットボトルでどれくらいお水の量が出せるのかというのの検証をしていきます。まあこれも何度かやってるんですけれども、改めてになります。じゃあまずマキタからいきます。だいたい21、2秒でしたね、今回は。はい。はい、続けてブーマックスでも試していきます。あ、ちなみにブーマックスの弱点でこういうのついてないです。これね、別のマキタ互換のやつそのまま使い回してますので、ご注意ください。20秒ジャストぐらいです。今回の検証結果では、ブーマックスの方が水は多いんじゃないかなっていう感じです。まあ、若干ではありますけどね。はい、続けてなんですが、こんな塩梅でセッティングしてます。ぐっちゃぐちゃだけど。吸い上げと水の出方もちょっと比較していこうかなと。いろんなところに当てて今からお見せしますけれども、まずは何秒ぐらいで、吸えるのかっていうのを見ていこうと思います。はい、では同時にスイッチを入れてどっちが先に水出てくるのかを比較していこうと思います。よーい、スタート。ブーマックスに軍配が上がりました。3、4秒ぐらい先に出たんじゃないかなっていう感じですね。はい。ちなみに言うと今同時に握ってみて思ったんですが、こっちの方がですね、要は自動ロックでお水が出るので手は疲れないねっていう利点もあるかなと思います。こっちもね、まあ握り心地はいいんですけれども、まあこっちの方が楽かなっていう感じですね。はい。じゃあですね、ガラスに当てた時のインパクトの比較になります。どっちも15度で今から出します。じゃあ行きます。よーい、スタート。続けて泡洗浄の比較をしていこうと思います。これブーマックス、こっちがマキタ。まあパッと見ねマキタの方がはるかに頑丈そうなんですが、過去に何回か使ってるんですけど、ちょっと残念な感じなんですよね。なのでちょっとこれ比較してどうかっていうのを見ていきます。使う洗剤は全く同じ濃度のものを使うんですが、気を使うのはこちらですね、オートブライトダイレクト。これね、高いです結構いい洗剤です。泡立ちもいいですし、キレも良い。で、香りもすごくいい。なのでまあ普通に優秀な蚊洗剤です。なのでこれでまあ泡立たないんだったら、まあそういうことだなっていう感じです。じゃあ、マキタからまず見ていきます。はい、まあこんな塩梅ですね。で、洗剤の量はマックスです。ちなみにこうやって片手で持つと結構重たいですはい、まあこのね、一番容量のでかいマキタのバッテリー使ってるので 2.1 キロあるんですけれども、これちっちゃいやつだと結構1キロ台の重量になります。じゃあいきます。うん、こんな感じ。まあ今まで試したマキタのこの洗剤の中では一番泡だったんじゃないかなっていう率直な感想です。はい、はい、続けてブーマックス、こんな塩梅になります。めっちゃ軽い。うん、扱いやすくはありますね、こっちの方が。じゃあいきます。うん、まあブーマックスの方が泡立ちはいいかなっていう評価になりますね。はい、まあ水の量もね、さっき測った通り結構多いので、洗剤も割とねストレスなく流せるのがこのブーマックスのいいところなんじゃないかなと。まあさすが僕が前回でねランキングで1位に選んだだけある実力だなっていうのは正直思いますね。はい、ではうちのですね、まあ、汚れてる場所ですねで比較をしてきます。いい感じですよね。雨でまた濡れてるので超ヌルヌルしてるんですけど、15度でどっちも見てきます。じゃあ行きます。まあ来たから。完璧な跡がつくよね。綺麗な一本線。
こういうところとか。ああ、汚れてるね。ああ、いいね。強い。はい、続けてブーマックスですね。15度です。で、ホース持ってくるの大変だったので、そのままマキタのやつ使ってきます。じゃあ、ここか。いきます。あれ、あれマキタのやつは落ちたのにね。こっちでも試してみる。まあこっちはそうですね、差はないかな。でもこっちだと苔は落ちてないですね。まあ、こういう壁はね、なかなか本物の高圧洗浄機じゃないと難しいかな。あ、でも落ちるね。あ、壁も落ちる。優秀。はい、続けてここ。こんな感じ。はい、検証は以上となります。総合的な、まあ、結果というか評価というかをお話をさせていただきます。何の忖度もなく率直に今回の結果を見ると、正直ね、ブーマックスの方が総合力的にはいいんじゃねっていう話になるかなっていう感じじゃなかったですか。はい、具体的に何なのかというと、まず音もちっちゃくて、こう思ってもね、圧倒的に軽いです。ただマキタの場合は、まあ、そもそもバッテリーついてないので、自分で用意するときに、これ 6.0Ah の結構大容量のやつなので、あの一番ちっちゃいやつだと軽いですよ。なのでそこはね、あのどのバッテリーを選ぶかにもよるのかなという感じはするんですが、やっぱりね、扱いやすいですよね、圧倒的に。あとここのストッパーがすごいいいんですよね。手つかれないっていう感じで、やっぱ1分とか噴射するんだったら、やっぱ握り続けるのか勝手に押されるのかだと、こっちの方が圧倒的に楽だなっていう感じです。実際に汚れを清掃した感じだと、マキタの方がちょっと綺麗になったかなと、若干綺麗になったかなっていう感じなんですけれども、まあスペック的にはそんなに差はないかなと、たまたま当てるところがそうだったのかなっていう評価です。はい、ただですね、やっぱり天下のマキタさんの製品になるので、もう圧倒的に頑丈ですよね。もう見た感じも頑丈です。こうやって中を見るとね、やっぱり作りもいいですよね。あとここですよね、もうその気の使い方が違いますよね。まあ、バッテリーに水かからないようにというところで、まあ、これむき出しでしょ。だから水かかると結構まずいと思うんですよね。なのでこういうところ、あとフィルターも2個ついているので、やっぱり万一ですね、このモーターの中とかに砂利とか入ると結構ぶっ壊れるので、まあ、そういったところ の、 あの気遣いとかそういうのも踏まえると、やっぱりマキタの方がいやね、いいよねっていう、まあブランドですしっていう感じです。ただ価格の差がね、もう1万円以上こっちの方が安いので、まあノーブランドで、まあそれなりに性能良くて、いいんじゃない、チャイナ製でもいいっていう方は、もうブーマックス全然ありよりのありだと思いますので、まあそこは判断になるのかなと思いました。というか思ったよりやっぱブーマックスね、優秀だなっていうのが今回の評価でした。はい、ではですね、また気になる機会あったらね、どんどんね、こう比較動画出していこうと思いますので、今後もですね、お楽しみいただければと思います。ではですね、この動画参考になったなって方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。